誕生日おめでとう。おめでとう。みんなありがとう。それじゃあこれプレゼントはの前に、私からみんなにプレゼントタイムです。はあ、なんで祝われる側のあんたがプレゼントを用意してるのよ。ふっふっふ、ムニちゃん、私はね、思い出したんだ。誕生日とは祝われるだけのものではなく、自分を取り巻くすべてのものに感謝する日であることを。なので私は今日集まってくれた可愛いに感謝の気持ちをお伝えに来たんだ。また変な理屈を掲げてるよ。誕生日だからか、いつも以上にはしゃいでるわね。というわけで、はい、これみんな開けて開けて。ありがとう。あれ、これって猫耳と首輪？私のは羊さんのカチューシャ。犬耳、ご丁寧に。色の、おい、何なんだよこれ。さっき言ったじゃない、可愛いに感謝する日だって。だから私、可愛いをより可愛いにして感謝を捧げることにしたの。そういえば昔のあちゃんのお誕生日祝いに行った時も可愛い花冠をもらったな。そう、あの時のくるみちゃん最高に可愛かったな。福島ノア、あんた昔から変わらないのね。そんなに褒められると照れるな。褒めてないわよ。さあ、しのぶちゃん、しのぶちゃんも耳をつけてもふらせてくれないかな。ついでに写真なんかも。誰がそんなこと。でもノアちゃんの誕生日だよ、写真くらい良くない。はい、ノアちゃん、どうどう、似合う？似合う！ああ、神よ、ありがとうございます。ま、誕生日って言われちゃ仕方ないわね。ほら、好きなだけ写真を撮りなさい。ああ、ありがとうございます、ありがとう！ほーら、しのぶちゃんも、あんたには難しいかしらね。まあ、もう、やればいいんだろう、やれば。ほら、つけたぞ。なんか言えよ。気絶してる。もう。福島ノア。